こういう、HXA100 というですね、パナソニックのウェアラブルカメラがあるんですが、そのカメラのホルダーを作ってみました。途中ちょっと樹脂が止まったので、どうなったか、ちょっと不安なんですが、外して取り付けてみます。特に今回は、このカメラのネジ穴をフュージョンで自動的に作成するということをやってみてるので、それがどのぐらいうまくいってるかをちょっと見てみたいです。これは、マイクの穴ですね。こちらですね。ちょっとだけここへこませたんですけど、大丈夫かな。長穴でちゃんとへこんでますね。そしてこのサポート材、おそらくネジ穴になってるので、上手に出てくると思いますが、どうもこれは今回うまくいかなかったですね。どうもネジ穴になってないような感じがします。なってます、なってます。ちょっと見えづらかっただけですけど、ちゃんとネジ穴として作られています。して、こちらのカメラを、これが上と。いう感じで、こっちが前ですね、すぼんだ方が。ちゃんとマイクは出てるかな。マイクがちょうどマイク穴から出るという格好になります。これで三脚に取り付けて撮影ができるということですね。ちょっとだけこれがグラグラするのが気になりますけどね。ということで、以上です。